ナノサイエンス学科ではケミストリーを基礎とした新素材、環境、バイオの専門知識を習得して先端技術を支えるナノサイエンスに特化した研究を行っています。今回は新素材、環境分野で活躍されている猪川仁先生の研究を紹介します。こんにちは、猪川です。クリーンなエネルギー社会の実現に向けて水素エネルギーの研究に取り組んでいます。二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーとして注目されている水素をどのようにして作るか、あるいはどのようにして使うのかという研究をしています。水素を効率よく取り出すにも効率よく使うにも、それを可能とする技術が必要で、その鍵となるのが触媒です。当研究室ではナノ粒子の触媒技術を研究しています。これは透過型電子顕微鏡という装置です。実際に作った材料の大きさ、形状、構造をナノメートルサイズで調べることができます。燃料電池と組み合わせた新しい発電システムの開発に他大学や企業と共同して取り組んでいます。将来的には水素ではなくてアンモニアを直接燃料として使えるような次世代の燃料電池の開発に発展させたいと考えています。水素化ホースナトリウムという物質の水溶液に触媒を入れることで水素を発生させています。触媒の組成や構造によって水素の生成効率が違います。効率を高めるために触媒の構造をどう工夫するかを研究しています。自動車、飛行機、船舶、定置式発電機、そしてポータブル発電機、いろんな方法があるんですが、それぞれによって求められるエネルギーの条件が異なります。いろいろな多様な方法で何かいいものを提案して、そうすることで水素エネルギー社会の実現に貢献したいというふうに考えています。